はぐれ旅、沢田研二のルート53次。京都へゆりさん、しげさんの気まま脱線二人旅、その一部始終をお届けしているルート53次でありますが、今のジュリーさんは話に聞いたあの大井川で難儀をしております。新曲の練習の方がもっと楽。しげさんでございます。大井川の苦労に比べりゃ女の子一人口説くのがもっと楽という、まずは今週のスタート。どちらもご機嫌さん。今ジュリーさんは大井川の手前岸、島田というところまで来ておりますが、越すに越されぬ大井川。あんた、これ嘘と違いますよ。思わずジュリーさんのボールも縮み上がる大井川。ボールって何って聞かないでね。ジュリーさんより一足先にここを越えた矢地さん、北さんも旅日記にこう書いてますね。二人も値段取り極めて連台に打ち乗り見れば、大井川の水逆巻き目をくらむばかり。今や命をも捨てなんというほどの恐ろしさ。例えるにものなく、まことや東海道第一の大河、水性早く石流れて渡るに悩む難所。しかしね、こういう川を旅人を肩車にして官能職業とした川越人足さん、いやー、大したプロフェッショナルであったことは確か。ちょっとちょっと、そこのお兄ちゃん、姉ちゃん。あ、僕当たり前やがな。周りを見渡してみいな。おじさま、お嬢様というような品のいい人ばっか。お兄ちゃん言われてやね、そんな柄の悪い呼ばれ方すんのあんただけや。顔こすんでしょ。うちの肩車で行きまよ。いくらでしょうか。大井川の私ちんはね、ちゃんと国会で決まってま、おへそのところまで水が来るのを浄水と言いまして、46文だ。ほう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 。水が増えてね、胸ね、お乳の下まで来ると70文だ。お乳の線超えると80文。なんでそんなに高くなんの。水がお乳の上まで来るとうち感じてしまう。気持ち悪いな。水はね、もっと上、脇の下まで来る日は94文。これが一番高いのね。普通はこれで終わりになりますが、うちもう一息ね、サービスさせてもらいます。眉毛の下へ見るのが100文でいきましょう。眉毛の下まで水が来たらどうなんだよ。でもそれちょっと見物だわね。あ、100文出すからさ、あの眉毛の下の深さまで水が来るところ渡ってよ。よっしゃ、まあ、肩車行きます。それ、痛いな、おい。無理に乗せると筋が潰れんだよ。そんなもん持って歩かんと預けてきなあれ、ややこしな。あれ、突きついてんだよ。ほな、行きましょうか。ちょっと、運転手さん、ちょっと、深くなりすぎじゃないこれ。ここどこでしょうか。大井川の水の底。いらっしゃい。これまたいらっしゃいませ。はい、この様子のいいお兄ちゃん、おととい開店だよ。さあ、キャバレー通常大井川支店で、ね、フラちゃんもメラガちゃんもそのお兄さん困っていぶるがんね。今日の川越高くつきそう。
きっと幻の中会えるだろう。遥か昔に交わした約束、そこには橋もなく、あなたに触れる術もない。やがて空が顔を曇らせると、あなたを見失いそうになった。手を伸ばせば遠ざかる、たどり着けばもういない。だけど僕には見えてる、こんなに近くあなただけ。あなたはきっと幻の中で愛の喜びを歌い回ってる。手を伸ばせば遠ざかる、たどり着けばもういない。だけど僕には見えてる、こんなに近くあなただけ。手を伸ばせば「もういない」「だけど僕には見えてる」「こんなに近くあなただけ」「あなただけ」二人を遠くするけれど、幻の恋は続く、消えることもなく。